今日の6月定例市議会で三豊市の山下明市長が明らかにしたものです。希望者申し出があれば夫かっこ見届け妻かっこ見届けと記載する取り扱いを本年7月から始めたいと考えております。三豊市は2020年に性的マイノリティのカップルを公的に証明するパートナーシップ宣誓制度を、おととしには一緒に暮らす子どもらも家族と公式に認めるファミリーシップ宣誓制度を香川県で初めて導入しています。同性カップルをめぐっては長崎県大村市が先月、男性同士のカップルに事実婚関係であることを示す夫かっこ見届けと表記した住民票を交付し話題になりました。市議会の傍聴席には三豊市の男性カップルらが国を相手取って起こした同性婚訴訟の原告代理人弁護士の姿も。三豊市の措置をどう感じたのでしょうか。法律を変えていく国の側、国会議員に対してもですね、きっと届いていくんだろうなと。どん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 他の自治体にも広がっていってほしいなっていうふうに思います。